こんにちは、ナッキーです。セイラです。今日はですね、私たちナッキーファミリーに新しい家族が増えたのでご紹介したいと思います。その新しい家族がこの子です。こちらが新しくナッキーファミリーに加わったミニブタのブータロウくんです。ブーちゃん、かわいいですね。このブータロウくんなんですけども、伊賀市のもくもくファームさんという観光の牧場があるんですけども、そこからですね、ちょっとご縁があってうちに来ることになりました。でそのブータロウくんをですね、もくもくファームさんまで迎えに行った様子をと見てもらいたいと思います。どうぞ。そっくり、すごいやん。いろんな大学アレクそっくり。あ、すごい、見てロバ貯金化してるやん。貯金化してるのか、面白い。おえ、ロバってあんな遊ぶの？結構ロバって激しいね。よし、今度この鼻触って鼻。鼻？うん、よしよしよし。もっと動いて。え？下にベルベル触れてたから、うん、お父ちゃん見て、お父ちゃん、ね、ここめっちゃ食べられてるやん。うまいな。何ねえ、お母ちゃん、おお、これ見て、口も変えた。口は変えへん。わー、取れた。目は、ベロ。うわあ、すげえ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 、ベロここにあった時めっちゃ取れた。絶対噛まへんから大丈夫。一周ずつやで。一周ずつ。エミちゃん、ちゃんこちゃん。イエーイ。ありがとうございます。お休みの時にお客さん来てさ、その時にびっくりするかもね。いいですか、そこんな感じでずっといていいんですか、向こうまで。うんうんうん、いいですか、一緒に行きましょうか。あ、でもまあ、急がないまでね。そうですね、はい、やる。ブータです。ねえ、エサさん、お腹のエサでいいやん。ブータロ、ブータロ、エサさん、お腹のエサでいいやん。Thank you.
はい、まあ、そんな感じでね我が家に迎え入れることになったんですけども、可愛いですよね、まあ、ちょっとね近くで見てもらおうと思うので、いやそこに可愛い可愛いこのブー太郎くん5月1日生まれのまだ3ヶ月かな、3ヶ月の子豚ちゃんです。可愛いですね、まあ、とても人に慣れているのでこんな風に膝でも寝かしてくれます。まあ、ミニ豚といっても餌や育て方によっては大きくなってしまうらしいんですが、まあ、大体50キロから80キロぐらいの大きさになるそうです。今でどうぐらいだろう、10キロはないかな、5、6キロぐらいですかね。とっても小さなミニ豚ちゃんです。見てください、この鼻、鼻が可愛いんですよ。鼻ブーブー、可愛い豚ちゃんです。ちょっと背中に、背中に変わったね模様があるんですけど、とろけてますね、お餅みたい。まあ、犬やらヤギやら馬以外にもいろんな動物がいるナッキーファミリーですが、また新たな愉快な仲間が増えました。これ眉毛みたいじゃん、ね、お餅やん、溶けてるやん。このねブー太郎くんの成長の様子なんかも動画に上げていきますので、犬、馬、まあ、うちの我が子それぞれのですね成長をまた見守っていただけたら嬉しいです。かわいい、寝てるやん可愛いな。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。ブヒ。ブヒ。